これを見るだけで就職活動の疑問は解決。必聴面接マニュアル。2人の学生を例に正しい面接をマスターしましょう。ラウンド1。これではいけませんね。ノックは丁寧に、入室前には保険証はいりませんよと一声かけてからドアを開けます。おいしげだろう。おいしげだ。これではいけませんね。当然の結果だ。姿勢よく歩き、指示があるまで椅子に座ってはいけません。おい、そこに座れ。なんだその目は。着席の際も愚か者が助けてくれよ。忘れずに。正しい座り方も覚えましょう。はい、1、2、3。北斗、右上半眼剣、手はお膝。皆さんも一緒にやってみましょう。はい、1、2、3。北斗、右上半眼剣、手はお膝。よくできましたね。背もたれに寄りかかるガムを噛む、弾を飛ばすのは問題外です。カモン。我が名はジャンピエール・ポルナレ。我が名は華経院のりあき。どこがいけないかお分かりですね。自己紹介は丁寧、ハキハキ、誠意を持って答えましょう。俺は美しい。これではあなたの良さは伝わりませんね。何の真似だそりゃ。自分の魅力が誰にでもわかるよう具体的な S 構造を交えると効果的です。俺が最強の格闘王ケンジだ。もう一度やるか。面接中に許可なく急に立ち上がったり飲み物を飲むことは真剣度が伝わりません。その2点ことごとく食い砕こう。地獄へ突き落としてやる。どうやらここまでのようだな。だがな、俺はお前の拳法では死なん。さらばだ。 KO。 手の出だな。ありえん。面接後には本日のお礼を述べましょう。ありがとう。さらばだ。キリキリと緊張感を持って退出します。必勝面接マニュアルはいかがでしたか？本日のポイントをマスターして納得のいく就職活動ができますようお祈りしています。